はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマです。昨日にちょっと引き続きな感じですね。小学校受験、子供らしさを失わないためにです。それでは、西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はいフレンドリーのね、最近の動きの話をいろいろしてると。いや、これね、私たちすごい自慢を、ね、自分のところの自慢をするわけじゃないんですけども、はい、私は毎年思うんですよ。本当にフレンドリーの子どもたちって、まあね、よく勉強してるってイメージあるのかもしれないんですけれども、でも面白いぐらいみんなね、子供らしいんです。だから、一人一人がみんな違うっていうか、個性があるっていう。で、私自身が、行儀よくかしこまってもういかにもお受験ですよっていう風にするような子供は育てたくないっていうのがもう、ね、私のもう20何年間の私の考えなんですよ。やっぱり子供はね10人いたら10人の個性があると。それを全部ねひとまとめにして、まあ、例えばお受験ならお受験みんな同じ格好してね、まあその受験に行くのはいいですよ。テストに行く時はもちろんそれはねこうも来てどうのこうのっていうのはあるんですけど、もう普段からね教室に来るまでねもうそんなお受験の服なんか着てこられると私はすっごく嫌なんですよ。あ、この子ドラえもん好きなんでうちなんかいろんな格好してくるから最近流行ってんのこのねビーズみたいなのがついてて変わるんですよ。絵が変わるやつあるんですよね。そうなんですよ。でもみんなねこぞってねなんかいろんなの着てくるからいつもこうやって何になるかなライオンになった虎になったとか言ってですごいドラえもんが好きな子なんかねもう可愛いドラえもんのその男の子でも着てきたりとかでやっぱり子供によってはこういうのを着てきたり、ある子は結構面白いね結構明るい赤着てきたりとか個性が出るからね。やっぱりまずね一つ子供らしさを作るっていうことは、ね、幼児教室に通うんだって1年、まあね新年長になったら約1年ですよね。1年間教室に来る時にね同じ紺色着てねなんだかちょっと地味めな格好をして。男の子はねこうにポロシャツなんてね私なんか自分が指導者としてもねそんなの1年間も見てたらね子どもの個性なんか分かんないですよ。そうね、息苦しいしね。で私はどうしてそういう子どもらしさっていうものをねあこの子ってこういう子なんだなこの子ってこういう子なんだなっていうのをいつもこう見てるとやっぱり髪型だったり。それからその着てくるその個性もう服もそうだし靴もそうだし髪飾りもそうだしすごい可愛らしいなんか格好してくる人もいれば結構渋い格好してくる人もいるしそういうのをこう日々出会う時に授業とかで見てるとああこの子ってこういう感じなんだなっていうことがやっぱ1年で分かりますよね。それをもう年がら年中もう今一色まあ言っちゃ悪いですけど先生としてどこが面白いんだろうってまあはっきり言っちゃえば私はそう思うんですけれども、まあ、そういうところから今日はこういう服を着ていこうとかこういう服を着ていこうっていうのがやっぱりちょっと一つの子どもらしさかなって思うんですね。それでもう一つ子どもらしさをうちの生徒たちが持ってるっていうのはまあ行事とかはもちろんあまりにひどい時は言うんですけども、まあ、メリハリをつけてるっていう。そうですね、遊ぶ時ですポンとで勉強ですポンみたいな感じでなんかスイッチングじゃないけれどそうなんです。だからまあ私たちもこうやっぱり教えてると疲れるので、そろそろ私たちも限界と思ってじゃあねおやつタイムにしようかと思う。分かった先生とか言ってガーッとおやつタイムして、まあ、皆さんおにぎやかで大騒ぎになるんですよ。でまあみんな好きなように喋って好きなように子どもたちとコミュニケーションをとってそれでまあ15分ぐらい経ってから「じゃあやるよ」って言った時にパッと切り替えてもうお菓子もしまってで1人の子に言うと1人の子がみんなに「もうお菓子タイム終わりだよ」とかって言うとみんながこうねしまっていくっていう。だからねリラックスタイムの時は思いっきりちゃんと羽伸ばしてるというか伸ばせてるのはそうなんですいいことかな。で次じゃあやるよって言ったらもうガラッと切り替えてすぐにまた席についてまた始めると。でなんでそのメリハリがいいかっていうと実際試験に行ってもまあペーパーをやるペーパーだけじゃないですよね。ペーパーやったり工作をやったり、行動観察をやったり、体操をやったり、だからそういうこう特に幼児の試験ってたくさん項目が一つの試験の中であるのでね、それをきちんとこう切り替えができる子ども、ペーパーだけを集中したら次は体操でも体操のモードに変えられる、体操が終わったらみんなと遊ぶモードに変えられるっていう、そういうやっぱりメリハリだから、楽しい時はわーって言って顔が緩む、それでまた勉強しなきゃいけないと思ったらあんちゃんまた片付けてキリッと、とこのまた顔もキリッとする。だからこう同じお教室の中でいつも緊張した状態で座ってるんじゃなくて、そこで自分をこう大いに出して緩む、でも勉強でまた緊張する、緩む、緊張するっていう、そういうやっぱりことが顔の作りにも関係してくるのかなって、表情が豊かなんですよ。いやでもね、本当にこの子たちずっと勉強したはずだよねっていうのに、休み時間をもううわーって遊んでて見ててね、面白いしね、元気やなと思います。言いたいこと言いますしね、先生にねそういつも固いことばっかり面接で話をしてるんですけど、してるけれども今日はちょっとおかしい話があって、なんだろう結構ねなんていうの、お預かりとかでも今日はね先生がなんかとっても変わったものを持ってくるみたいよ、どうする明日勉強に来るとか言ったら、それにつられてくるのもいるんですよ先生今日は何を持ってくるのかなとか言ってこの子ってそのためだけに来るのかしらって思うんですけど、まあ今日はねなんか先生が、なんかゼリーを持ってきて、その今日はねこれねみんな頑張ってるからご褒美にあげようと思うのよって言って、なんか生徒の目の前で冷凍庫に入れたんですよ。生徒は全員確認済みなんですそれが、それがまあいろいろ面接の練習やら明日試験に行く人がいるやらで、もうなんかバタバタしててすっかり忘れてたんですよ。そしたらある子が2人ぐらいかな、すごい気になったんじゃないですか、今日はこれを食べれると、勉強したらこれが食べれるのになんで先生は出さないんだろうってそれでなんか私たちに直接言うのは悪いと、そこは忖度をしたのか悪いと思ったのかもう一人アシストをねしていただいてる先生にこそこそっと「先生はね食べるって言ってあれをね冷蔵庫の中に入れたのになんでくれないんだろうなんでくれないんだろうそれって先生が私に言いに行けっていうことみたいな、それで言いに行ったら「あら忘れてたわ」って冷凍庫から出したら、まあハイエナのごとく皆さん集まってきて。だから嬉しそうにみんななんか食べたのね。そうみんな嬉しそうにね、まあ勉強した後だし、もうみんな嬉しくってもうね、なんか2本も3本も持ってる人がいて、そうだ私も食べ損なったと思って、先生に私も欲しいんだけどって言ったら、先生が全部渡してあるから。誰々ちゃんにもらってとか言って、しょうがないから誰々ちゃんに私にもいただけるかしらとか言ったら1本くれてねそうだから優しい子がいて、先生もう1本あげるって言って私は2本食べたんですけどそういうふうにやっぱり自分がこうおやつはどうなったんだろうと思った時に、どうしたらあのおやつが自分の手元に来るかっていうんでね、そう気を使いつつそういうことをするっていうねだからやっぱり自由にそのお教室の中でねものを言うっていうかで、私、ちょっと長くなるかもしれないんですけど、今日ちょっと感動したのが、やっぱり結構ね私が周りを怒ってるのを見て、その子供がそのなんか怖いと思ったのか、別にその怖く怒ってなくもないんですけど、でも真剣に怒りますのでそしたらそういうふうに言うんですよ。でもそれはね怒るっていうことはどういうことなのかっていうことをちらっと説明したら、残りの子たちがみんなやってきて「由美先生はね僕たちのことをね思ってくれてるからね怒るんだよ」って、それがみんな周りがねそう言い出して、その子供にすごく言うんですよ。で本当にみんな怒られてるんですけどでも怒るっていう私すごいなと思ったんですよ、幼児でね。その私がそう言えって言ってるわけじゃないんだけど、常々私は言いますよ。そのやっぱり楽しい学校に入ってほしいと思うからね、真剣に怒ってるんだ、どうでもよければ、どうでもあなたたちのことがどうでもよければ私は怒りませんって言ったの。ね、それはどっちがいいかセンターが決めてってよく私たちは言うんですけど、はい、でもそれが子どもたち全員にね、その子一人除いて全員に浸透してるとは私は思ってもいなかったので、みんながね、由美先生が怒るっていうのがね、みんなに楽しい学校に行ってもらいたいから、ね、みんなのことを思って怒ってくれてるんだよっていうことを言い出したんですよ。それで再度勉強した時に私は言ったんですよ。その子にもう一回ね、じゃああなたがね、私その子あんまり怒ったことないんですけど、その周りはいっぱい怒ってますよ、もう相当ね、はい、だからじゃああなたがフレンドリーに来て楽しくね授業をしたいんだったらば、ね、私たちこの周りの子たちも怒らないことにするって言ったんですよ。ね、そしたらあなたがここで楽しく授業できるでしょうよ、その子も怒らないからって、じゃあそれでもいいかね、みんなに聞いてごらんって言ったんですよ。そしたら途端にみんなが機嫌悪そうな顔になって、それでその子も聞けない雰囲気になったんですよ僕のために怒られないようにしてもらえるかなんてね、優しい授業にこうしてほしいと、誰も怒られない。でもそれをなんかその子も言えなかったんです。それぐらいみんなの視線が、そういうのはね、僕たちにとっては困るんだよみたいな先生が怒らなくなったら困るんだよみたいな、やっぱり目的ちゃんと理解してる、ね、そうなんです、オーラを出してたんで、その子もその圧力に耐えかね、僕も怒られてもいいですって言ったでもその子にとってもなんで怒られるか納得するだろうから今日以降は楽になるでしょうね。だから私が言うよりは、私がそんなことを言うよりも子どもたち全員の口からもうその子にみんな言ってたのでね、やっぱり子どもに言われると大人に言われるより説得力があるのかね、でもその子ももう吹っ切れた顔して帰っていったので、だから面白いなって、だから怒られないことがね、素晴らしいことなのかね、やっぱりこれから大人になればね、その人のことを思って怒ってないっていうことも出てくるかもしれないんですけど、少なくともフレンドリーで育った子どもたちっていうのは、怒ったからもうこの会社辞めるとかね、怒られたからこの会社辞めるっていうことは私はもう誓ってもいいけどしないと思うんですよね。その子どもたちの中には怒られるっていうことは自分たちのためを思ってるから言ってくれると、だからお母さんたちもそうでしょって、お母さんがあなた方のことを怒るっていうことはね、あなた方が嫌いだから怒ってるわけではない、そうですね、やっぱりなんとかなってほしいと思うからね、怒るんだよっていうことをね、やっぱりそれってそういうことを子供として知るっていうこともね、一つの子供らしさ、怒られることばっかり恐れて生活していくのではなくてね、それもそれで受け入れるという、いじめられてるわけじゃないんだぜっていう、ね、そうなんです、そうなんです、そうするとだんだん子どもたちも心を開いてくれるし、だから今ではそういう幼児教室を卒業した方たちが今小学生になってるんですけれども、小学生なんてもちろん怒られてますけどねでもそういうふうにすると非常に子どもらしくなり、こう自分の思いとかをこう言ったらどうしよう、言ったら怒られるんじゃないかなんて、そういうことも考えずに、やっぱりちょっと困ってるんじゃないかなと思うと、何が悩みがあるのって言うとやっぱり話してくれたりね、そういった意味では信頼もちゃんと、そうなんです、だから子供らしさっていうのはやっぱりメリハリ、泣いたっていい、泣いたっていいからその後笑えばいいっていう、泣くことを恐れてね、親が何も言わないとか、この子が傷つくことを恐れてそのなんていうのかばってしまうとかね、そういうとやっぱりね、子供らしさは意外とね出てこないんですよ。やっぱり泣いたりわめいたり騒いだり幼児の時はで、やる時はちゃんとやるっていう、その繰り返しですごく顔が子供らしくなっていくっていう、そうですね、だから自分のもう幼児期は特にね、自分の心の底に思ってることがこう全て外に吐き出せる、そうね、それは本当にことってすごい大切なんじゃないかなっていう、我慢して我慢して顔色伺ってじゃない方がいいですよね、そうなんです、だからすごい自分を作ってる子供って、いないことはないんですよ。だからそういう子に関してはもうできる限りこう自分の内面を出させる、もういいじゃない、自分出せば、悔しかったら泣けばいいじゃないってね、本当にもうそれ嫌だったら嫌って言えばいいじゃないっていう、たとえ先生でもね、これは嫌だ、じゃあどういう理由で嫌なのって私は聞くんですけど、もう必ずね、そういうふうにこう我慢してね物事を言わないとか、そうなんじゃなくて、やっぱりそういう子供らしさだから、それが面接でも先生が一生懸命ヒント言ってくれたら、何なんだろうこれは、何なんだろうってこうやっぱり考えていくことに子供らしさが見えてくるんじゃないかと私は思います。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは、メールマガジンを配信しております。セミナーの選考情報や各種講座のご案内などお送りしますので、よろしければぜひご登録ください。面接特訓コース、ご家庭のオリジナリティを生かした面接ができるように特訓いたしますということで、現在も募集していますが、ここ数日ね、空いてる日程とか時間帯のお知らせをしておりましたが、今のところ目先が、数日間埋まってしまったので、また、日程空きが出ましたらご連絡します。9月の23日以降、平日と、土曜日の時間帯も含めてですけど、こちらまだ一部空いてる時間帯もございますので、よろしければご連絡いただければ、この時間空いてますよというふうにお伝えすることができます。ね、試験前最後の仕上げとしてでもそうですし、試験の2週間3週間前に練習としてね、予行練習としてご利用いただいても大丈夫です。ぜひご利用ご検討ください。子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。遅い時間でも対応可能ですし、Zoom、Skype なども利用可能です。体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。年中さん以下もね、ちょくちょくお問い合わせが増えてまいりました。興味ある方はお早めにどうぞ。一人一人をしっかり見るために、各クラス、10名ずつの定員で受付をしております。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番。メールアドレスは info@friendly-school.com です。西荻フレンドリースクールでは引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広いテーマでお話をしてまいります。テーマリクエストもお待ちしております。はい、チャンネル登録もよろしければぜひぜひお願いいたします。まもなく1000人ということで、ゆみ先生は何かしようと言ってます。明日か明後日ぐらいに何か特典のね、ご案内もしようかなと思っているので、お楽しみにしていてください。それでは本日も最後までありがとうございました。では失礼いたします。